ロックマンゼロ&ゼックスダブルヒーローコレクションの紹介になります。んよいしょ。はい、土屋さん、よく来ていただきました。いやいや、もうこれ失礼いたしました。いやいやいや、前回の放送で、はい、実機を持ち込んで、うん、皆さんで先にいち早く見てみたいものっていうのを募集させていただいているので、はいはい、今回は、はい、そちらの方ですね、ツイッターで募集しましたので、はい、たくさんいただいたんですけれども、ロックマンゼックス、こちらの方はですね、うん、やっぱり何でしょう、ね、ハードがいろいろ変わったことによってアニメーションとかがね、そうなんですね、うん、ふんだんに取り入れられてて、アニメーションとボイス、はい、セリフですよね、うん、こういうパートがかなりふんだんに入ってるので、はい、ですので、主人公の2人、バンとエール、この2人のですね、うん、変身シーンは必見だと思いますというご意見いただいておりますので、はい、今回ですね、そのバンとエールの変身シーン、バンを選べばバンの変身シーンですよね、うんうん、でエールを選んだらエールの変身シーンが、まあ、見れるわけなんですけど、はい、両方いっぺんに見てるとか思いまして、こちらですね、はい、こうやって同時に見ることって多分ないですよね。そうですね、プレイヤーさんはバンかエールどちらかを選んでプレイするゲームなので、うん、同時には見れないんですよね、はい、なので比べてみるとやっぱりちょっとね、なんでしょうね、カメラの動かし方とかが違ったりだとか、変身のシーンも若干そのやっぱり絵が違ったりだとか、こう描いてるわけですよね。なので2人分のアニメーションを作んなきゃいけないなっていうのは大変だなと思うんですけれども、はい、しかも今回ね、高画質でご覧いただけますよというところでございます。すごい、これ待ってた人もすごい多いと思うので、ぜひ発売されたらね、アニメシーン、うん、はい、しっかり大きい画面でね、見ていただければと思います。うん、続いてのご質問でございます。前回お見せしたんですけれども、改造カード、なるほど、はい、そちらの方は最初から全部使えるんですかというご質問が来ております。当初は、うん、オリジナル版のおもちゃとの連動で開放されているみたいな形だったので、今回はソフトで完結させようということで、今回のダブルヒーローコレクションに収録されているゲームを遊び込んでいただくと、はいはい、解放されていくという形にさせてもらってます。じゃあ徐々に、はい、そうですね、なので遊んでいけばどん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 その改造カード解放されていって、いろんなその効果をロックマンゼロ3で楽しめるよという形になっております。やり込み要素、はい、難しいのもある、ここ取られへんのちゃうこのカードみたいな、もうそこまで難しいのはないんじゃないかなと思うんですけれども ね、はい、今回そのカジュアルシナリオモードで、その、ね、久しぶりの方でも初めての方でも遊びやすいモードも用意してますんで、はい、これは万全かなと思います。はい、そちらでも取れると、はい、ありがたいですね。ロックマンゼックスの隠し要素で03と04のボスと戦えるエリアが実装されてるんです、うん、これは、うん、ね、こういうのがあったんですよね。これあれですね、当時でいうとダブルスロットモードってですね、ロックマンゼックスのゲームカートリッジでゼックスをプレイしている時に、ロックマン03か04のカセットを2個目のソートとしてスロットに入れる、はい、すると、はい、解放される隠し要素があったんですが、今回もちろん、選べるようになってます。はい、こちらゼックスですね、ゼックスとゼックスアドメットありますが、こちらをまず選びます。そうするとですね、今画面の下に連動モード切り替えっていうところが、三角ボタンをちょっと出るようになってるんですが、それをちょっと押してみますね。はい、そうすると出ました、これです。なるほど、今回はその改造カードのことを03プラスモード、04プラスモードっていう名称になって実装されているというところですね。はい、ですので今この状態だと03のカセットが刺さった状態を再現できる、できるということですね。はい、で04のところにチェックを入れればもちろん04のカセットが刺さったようになってますよということになります。はい、なので今03プラスモードになった状態でゲームを始めてみましょう。どうした、はい、カセット刺さってんね、今。そうです、今もう2つの、スロットに両方ともソフトが刺さってると思ってください。そういうモードになってます。はい、で、アシストセーブをロードする、これそこまでちょっとね進めておきました。アシストセーブポイントを通って、セーブしてます。うん、ありがたいわ本当にこのモード。はい、ということでですね、ここからロードしました。もう どこかのエリアのどこかの場所でございます。ほう、はい、そこはどこなのかは自分でね、そうプレイしていただければと思うんですが、で今ここに扉あるんですけども、もう一つ扉があります。はい、ここちょっと入ろうとしましょうか。はい、そうすると、はい、04プラスモードを
オンにしてくださいって言われるんですね。つまりこれはロックマンゼロ4のカセットが入ってないといけない扉なんですよ。すげえ、当時すげえ、はい、ということになったんですね。だからもう当時ね遊んでてうわこれってなったんでしょうね。でこちらは03プラスモードで入れる扉なので入れます。普段入れないですね。じゃあ普段入れないです。すごいな、ようできてんな。すごいですよね、はい。でまあこの真ん中ちょっと光ってるのがちょっと入ってますが、ここにいろいろのまあねちょっとロックマンをやってる人だったら分かるかな、なんとなくこの先にボスがいそうな、はい、いかにもね、いかにもボスが捕まえてそうな、はい、感じですが、ではちょっと行きましょう。じゃあここ入ってみますね。はい、せっかくの優雅な時間を、目障りだ。はい、このボスキャラはですね、ロックマンゼロ3に登場する、ヘルバットシルトという、キャラクターになりまして、普通だと出てこないんですよ。はい、なので出ないと戦えない、戦えないという感じで、このようにですね、このゼロ3のボスと戦えるんだよっていうことをお見せできればいいんで、勝てるとは思ってないよ。強いんだ。おー、でもめちゃくちゃ強いですよ。奇跡ジゼロ打ち魂。おーすごい、はい、回転や。いけ、あ、何してくる。ゼロ、あー、よっしゃー。ゼロ3、ゼロ4のカセットが入った状態で、うん、まあね、起きるイベントっていうのは、うん、まあこれ以外にもあって、うん、はいはい、そうだそうだ、ストーリーをね、やっぱりゼロシリーズを遊んでくれた方、うん、特にかなりね、ゼロシリーズはもうかなりストーリーが濃いので、そうですね、かなり、あの、なんていうんですよね、このかなりそのストーリーのコアな秘密にかなり関連づいたキャラクターと出会えたりとかも、なんかそういう感じのね、もう要素もあるので、それをやっぱり遊んでいただいて、03モード、04モードね、いろいろプラスモードで遊んでいただくと、ああそうだったんだ、これ出てくるんだみたいなのを楽しんでいただければと思います。はい、ミニゲームについてもちょっとご質問いただいてるんですが、こちらはあのオリジナルにもあったミニゲームを大量に今回収録しておりまして、一部あのそうですね、オンライン通信プレイ前提だったものは今回遊べなくはなってるんですけど、エナジーコンバーター A という通信プレイで遊ぶものはできないんですけど、それ以外は全て収録されております。ぜひそれも楽しんでいただければと思います。はい、